子はね、僕ちょっと聞いて、大きい子は小さい子の、ね、潰さないように気をつけて、飛ばさないように守ってあげてね。だけど大人の人もね、子供なんか乗ったやつを拾ったやつを去年そういうので子供泣いてた子がいました。チャリンチャリンとですね、金棒をつきながらこの舞台には回っております。それからがワンパンです。はい、で、年男と年女の方たちが来るまでに皆さん待ち遠しいでしょう。絵本を読みますね。絵本をめくってくれる人は羽田図書館で韓国の赤松さんという人、いつも読み聞かせをしてくれている人がお手伝いしています。僕のクレヨン、お話と絵は超シンプル。僕のクレヨン、これはクレヨンです。でもね、このクレヨンはこんなに大きいんです。猫と比べるとこれだけの大きなクレヨンなんですね。はい、ボロ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 、たくさんのクレヨンが、にゅー、これは象のクレヨンなんです。象が青いクレヨンで、ビュービューと書くと、こんなにすごいのだ。カエルは池だと思って飛び込みました。池ではなかったので、カエルはびっくりしてしまいました。バナナがあると思いました。クレヨンで描いたバナナは食べられません。ゾウはライオンに怒られてしまいました。でもね、ゾウはまだまだ描き足りないみたいで、クレヨンを持って出しました。はい、おしまい。僕の仲間のこりを送る。もう恥ずかしいね。
たいとこだはい、前の方の烏帽子の間からお顔を出してください。はい、じゃあどうしようかな。そこの制服の方、一つ前を降りましょう。前、前、もう一つ前でもいいですかね。はい、はい、そこで結構でございます。はい、はい、どうぞ晴れやかな気持ちで、レンズですね。もう一度です、そのままですよ。もう一回撮ります、そのままです。最後もう一回こっちで撮らせてください。はい、どうぞ皆さん、もう一度。はい、お疲れ様でございました。じゃあそのまま2列並んで左。楽しみですね。
しい。いやー、待って。はい、気持ちいい。いやー、待って。はい。はい、なんでね、自分のホームだ。自分のホームだ。はい。自分のホームだ。はい。はい。はい、人のホームに頑張ってますよ。はい、人のホームに頑張ってますよ。はい。Okay.
下さ、幼稚園。Thank you.